こんにちは、速稼塾の久保です。前回のね、花屋龍馬さんの動画なんですけども、なんかね、私の勘違いかな、なんか延々と花屋龍馬さんが懺悔をしているようなね、そんな動画を見さされたような気がして、私もね、なんかちょっと言い過ぎたのかなと思っちゃいましたけども、私はこう一般論をね申し上げていて、まあ、花屋龍馬さんがこうだよって言ってるつもりはなかったんですけども、もしかしてね、気に病むところがあるとすれば、図らずも当たっていたのかもしれません。まあ、この図らずもというところがね、またミソなんですけども、計らんでいないようであって、要するに計画してないようであって、多分こういうところをもしかしたらやり残してきてるんじゃないのというメッセージも込めてあることは事実なんですよ。これは20代の方が30代に向かうときに、まあ、通り過ぎてしまうことなんですけども、実はね、かなりの汚点を20代の男性は残すんですよね。そしてそれがね、30代で今一歩踏み込めないような遺恨になっている場合があると。そして40代からは20代の遺恨がですね、利息をつけて逆襲してくる時期なんですよ。恐ろしいですよ。40代になるとすでにもうね、攻撃力失われて防御だけしかできないわけですよ。そこで討ち死にするかもしれませんね。よくね、人間関係のもつれって言いますけども、もつれるのは20代で、そしてそれがね、パチンと切れるのが40代なんですよ。30代はむしろですね、過去を忘れた気になってのほほんと生きちゃうんですよ。そしてのほほんがですね、いつかね、自分の人生を見つけた気になって突っ走っていくんですけども、その出鼻をくじかれるのが40代ですね。しまった、過去にしてしまったことがこんなにでかくなっていたのかということなんですよ。そしてですね、今回ね、ちょっと切り分けていかないといけないのが、仕事や収入源、これはね、全然逃げて構いません。仕事はいくらでも変わりがあるんですよ。収入源はいくらでも変わりがあるんですよ。そして仕事、職場、会社、こういうのはね、人が入れ替わってもできるようになってるんですよ。残念ながら、まあテーマですけどね、男女関係っていうのは、人間関係っていうのは、世界で75億人の人間がいても、その人は一人しかいないんですよ。その一人の人は誰の人生にも変われないんですよね。で、その誰かの人生がないがしろにされたと感じた人の、その苦しみや不満とか怒りっていうのは相当なもんですよね。特に20代では人の気持ちをおもんぱかれないまんま、それをね、深く傷つけてしまう例が多々あるんですよ。意図的にやることもあります。これはもう収拾がつかなくなったから、その人の前から逃げてしまうみたいなことも結構あるんですよ。例えばね、いっぱいお金を借りちゃった、もう返せないからとんずらしちゃうみたいな形で逃げてしまうとかね、ちょっとした口論から喧嘩になった、ドーンとやって大怪我させちゃった、だから誰も見てないなと思って逃げてしまうみたいなこともあったりね。証拠がないから逃げ切れる、うん、確かにそうなんですよ。客観的に見たら証拠がないんですよ。でもやられた方は確実なる事実としてそれを覚えてるんですよね。そしてこの恨み、いつか晴らさでおくべきかと思ってるんですよ。で、その中でそういう恨みつらみを持った人がこの世の中にね、生きている中で何かを成功しようと思って頑張る、そして目立っていく、特にインターネットで名前を出していく、顔を出していくところに、いつでも食ってかかれるような状態を作ってるってことなんですよ。例えばね、私 YouTube 活動してますね。YouTube 活動は花屋龍馬さんもしてますけども、この活動がもっともっと順調になっていけば、昔生きしがいがあった人が目にする機会って増えるわけですよ。そこでなんですよ、来ますよ、法的な嫌がらせとかね、もう一方的に正当性のあるクレームとかがこちらにね、向かってくることがあるんですよ。その時は無防備で、はっきり言って、例えば YouTube をやってる人はね、 YouTube から退場せざるを得ないといけないことがあったりとかね、うん、それから住所なり、それから周りの人が特定されて、その外堀から埋められるとかね、まあ、そうなると視聴者バレが一気に起きたりとかね、うん、犯罪特定されたりとかするっていうのが、20代でやり残した人が40代ぐらいで食らうダメージなんですよ。しかも本人はですね、30代で自分の人生切り替えたと思ってるんですよ。だから俺も昔の俺なんじゃないんで、ちょっともう勘弁してくれよって言うんだけども、やられた方は時間止まってますからね、勘弁ならないなというところなんですよね。そこが怖いところで、職場っていうのは従業員が辞めても結局利がばり効くんで何とでもなるわけですよ。恨みつらみもないですし、それこそ時間が経てば、あ、君もそんなことあったねで済むわけなんですよね、お互いに。ただね、人間関係はそういかないですね。特に恋人関係とかはむちゃくちゃ大変になりますね、女性関係ですね。男性から見たら女性関係をないがらしにすると、その女性のね、人生を奪われたその恨みつらみっていうのはとてつもない塊になってます。しかもそれは周りの人も巻き込んで、同情というね、強化されたその一つのムーブメントとなってね、恨みがあるものに襲ってくるんですよ。本当にね、
女性は自分の花咲く人生が短いことを自覚してますから、貴重な女性のね、一定期間の恋愛のエネルギーっていうのを奪われた、盗まれたと思った時の男性に対するその攻撃力っていうのは凄まじいですからね。時には徒党を組んできますんでね、非常に恐ろしいものがあります。これはね、いやーね、私もね、自分の人生を振り返ってね、いろいろと思うところがあるわけですけども、まあ、おかげさまで今ね、こうやって48になって、なんとか平穏に暮らせて、発信力がね、そこそこついた時に、お前は昔こうだったじゃないかみたいな人が現れないってことは、何がしかの和解と謝罪と、まあ、いろいろとね、弁償ができた結果かなと思ってますけどね。まあそんなにひどいことにはなってなかったと思うんですけども、ただやっぱり20代の頃、そして私が30代の頃ね、もしお付き合いした人がもしかしてね、いたとして、今私がこうやっていい気になって幸せそうにね、放送してるのを喜んでくれるかな、恨んでるかなと思うことはあります。やっぱりね、熱く燃え盛った日ってのはありますからね。いや、複雑なものがありますね。ということでね、まとめるとね、責任、要するにモテるモテないっていう議論をずっとしてますね、話をずっとしてますよね。モテる人っていうのは結局女性に対して責任が持てるかってことなんですよ。だから女性からこうね、人気者だからモテるじゃないんですよ。一人の人に対して責任を持てるか、二人の人に対して責任を持てるか、五人十人の人に対して責任を持てるかの、モテるがモテるかどうかってところなんですよね。これが今回の動画の趣旨ですよね。ビジネスからは逃げても、まあ人からはね、逃げられないんですよ。ビジネスをしていてもお客様からは逃げちゃダメでしょ。お客様から逃げて責任放棄すれば、それは弁償とか訴訟って問題になってきますよね。でも仕事ならいいんですよ。でも仕事も絡まない、お金の絡まない、人間関係、心と心の信頼関係、特に愛情ってものがあると、これはそら恐ろしいものがありますよ。一生ついてもありますからね。そして最後にはね、死ってものに誰かの生命が奪われるってことになるんですよ。特に男女関係はどちらかが死ぬってことはよく起きます。まあ男女じゃなくてもね、例えばその間に生まれた別の人とかがね、別の生命とかにも関わってくるんで、よりね、こう真剣にね、考えていかなくてはならないかなと思うんですよ。それこそね、ビジネスなんかとは比較にならないぐらい、ここには大きな責任が待っているんじゃないかなと思うんですよ。これはまた別のテーマでのお話しますけどもね、ちょっとね、暗くなりますんで、まあでもね、私もね、こうやって放送しながら自分の人生を深く掘り込んでいるところでございます。で、この隠し事ってね、本人はね、できてるつもりなんですけども、隠してること、一番隠してることって、実はね、顔に出るんですよ。それはですね、隠し続けてきた人、それを解決した、まあ私でもそうなんですけども、解決してきたからこそ分かるんですけども、これ隠してるなと思うわけなんですよね。例えば、トークをしてきても、肝心なキーワードが発したときに、なぜかね、カメラを見なかったりするわけなんですよ。もしくは、テーマをどん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 変えていくんですよね。というのが、触れられたくないテーマに近づいていったなっていうのを感じるとね、どうしても別の方向に向けていこうとする心理が働くんですよね。これはね、麻雀をしてる時にもよく出るんですよ。実は麻雀っていうのは、実はですね、偶然は手牌で残るんですよ。必然は捨て牌に残るんですよ。それは積もってきた牌っていうのは自分の意思ではどうにもならないですよね。ただ14枚の中から1枚を捨てるって選択があります。それは明らかに自分の意思で捨ててるんですよね。だから捨て牌には自分の意思が並んでるんですよ。で、流局までにパイは17枚、18枚並びますけども、自分の意思がそこにずっと現れてるんですよね。スタートの勢いよく上がりを目指すぞっていう意思、それから誰かがね、リーチかけてきて打ち込まないように恐れる意思、勇気を向かって立ち向かっていくその意思、それから自分の待ちが、手牌が見破られないように捨て牌を偽装する意思、それ全てが出るんで、見て取れるわけなんですよね、麻雀っていうのは。で、それに加えて表情とかね、手の動きとか、トークの間合いとかがあります。ポンとかチーっていう言葉にしてもですね、ためらいがあると、ポンとかになるんですよ。チーの時でも、チーとかになるんですよね。だから準備が足りてないとこうなっちゃうんですよ。で、人生も同じで、麻雀だけじゃないんですよね。人生っていうのは、いろんなところにね、やり残してきたことが、態度とか表情、言葉に出るわけなんですよ。すべてを、まっとうにやってきて、すがすがしい人の言葉の圧力っていうのは、もう本当にね、美しすぎて
後ろめたい人には怖かったりするわけなんですよね。この人の誠実さに俺はなんで釣り合えるんだろうかと、どこまで応えていけるんだろうかとか、なんで、もう引いてよね、なんで俺なんかの相手をしてくれるんだろうかみたいなね、ところまで来ちゃうわけなんですよね。いや、で、私とね、花井の元の関係がそうだったわけじゃないんですよ。そういうことを考えながら、教わりながら、私もこういうふうにね、いろんな方と対話させてきていただいたなと思うところ、今ね、しみじみと思い出しながらその感想を語るってことになってますね。まあ、ごちゃごちゃといろいろ申し上げましたけども、モテるモテない論を私はずっと話してるわけなんですけども、結局ね、モテるかどうかっていうのは自分が誰に対して責任を持てているか、こっちの人に対してはおざなりになってないだろうか、これをトータルしてモテる論になるわけですよね。これは私が考えているモテる論です。この人に対しても責任を持つぞ、例えば男女関係だったら、お付き合いしてるこの人にも責任を持ってるぞと、別れたこの人にも責任を持ったぞと、で、宙ぶらりんのこの人にはどんな責任を取ればいいんだろうかっていうことを問いかける日々だったりとかね、もう私はね、非常にね、女性と別れるのが下手だったんで、すべてね、本当に申し訳ないことながら、女性の方からその別れのきっかけを作ってくれたんですよね。本当は私のことどう思ってるのと、今日は結構勇気があるから聞ける、もう正直に話してって言うんですよ。そこまで言われたら、ごめん、正直もう一緒にはやっていけないと思うんだって言いやすいわけなんですよね。でもね、そこまでね、逆に言うとね、大切に思ってくれてたんだなと思いますよ。自分がいちゃこの人が思う通りに生きていけないから、きっと別のこと、別のね、人のことが好きになっちゃったんだろう、だから別れやすい状況をこちらから作ってあげよう、それが最後の愛情なんだっていうふうなものをぶつけてくれたんじゃないかなと思うんですよね。だからそれを言わしちゃダメだなと思いましたね、男もね。男はね、やっぱり最後はきちりね、けじめをつけないといけなかっただろうなと思いますよね。まあ、というところでね、ちょっと私の半分懺悔になりましたね、これはね、今回はね、きちっと皆さんとはお別れしたと思います。私は女性とは最終的にはね、お別れしたと思います。で、最後、私今ね、結婚してますけども、今の、奥さんとお付き合いするときには、そのお付き合いを決めた瞬間に目の前で iPhone を取り出して、5人の方にね、電話をかけて、皆さんそれぞれすぐ出てくれたんですよ。で、はっきりと、真剣に付き合う人が見つかったんで、もう会えませんというふうにね、この5人の方に順番に、奥さんここにいるところでお話してきましたね。そしたら向こうの方でやっぱり涙ぐんでくれましたね。突然の電話がね、やっぱ、あ、くぼっちからだ、嬉しいと思って電話出てくれたら別れ話ですからね。それはごめんなさい、でもね、ごまかさなかったぞと、私は。それが別れるものに対する私は責任かなと思いましたんで、責任が、まあ、いろいろあると思いますけど、個人的にはね、責任を持てたぞと、持てたぞ、手放したぞというふうなね、別れ話と、その背景に、まあ、今の暮らしがあるんでね、生半可なことはできないなと、思いましたね。やっぱお付き合いする以上、男女はね、多少将来を真剣に考えるもんなんですよ。この人ともしかしたら10年後も一緒にいるかもなと、20年後もバースで祝ってるかもなと、30年後はどうだろうかと、子供が生まれたらどんな子だろうかって考えるわけなんですよね。いやいや、しみじみしましたね。私もね、将来どんな子供が生まれるだろうかと思ってましたけども、唯一ね、実を結んだ、子供がですね、大和くんで、いや本当にね、嬉しいなと思いましたよ。もしかしたらね、別の人と別のこの子供があったかもしれませんけどね、私もね、なんかね、いろいろとちょこちょことしましたんでね、すいませんし男48、そりゃね、一人の人とだけしかお付き合いしたことがないってことじゃないですからね。ちょっとね、横道にずれちゃったこともあったかもしれない。いろいろと気まずいこともありました。でも私が言えるのはね、私なりに責任は持てたぞというところでございます。まあ、お前私の責任取ってないじゃないのっていう人がいたらね、もしコメント欄にもう私を晒してください。お前はひどい別れ方をしたんだ、お前は逃げたんだっていうね、女性がこの動画見ていたらコメント欄に、ぜひね、お書きください。逃げも隠れもいたしませんのでね。はい、それでは失礼します。私の懺悔になりましたね。